視聴者さん、こんにちは。ずんだもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。どうもどうも、東北ずんこです。今回はこの、美人ってゲームを遊んでいくべ。なんでしょう、この呪われてる気配全開のパソコンは。どれどれ、ゲーム配信サイトの説明を確認してみましょうか。この物語の主人公は疎遠になっていた弟から不穏な電話を受けて、遠く離れた弟の家を訪ねるよね。不穏な電話？そのあたりは実際遊んで確かめてみましょう。注意事項を確認してね。それではゲームスタートです。なんか演出がおしゃれ。彼らは神でもない悪霊に犠牲を捧げた。それは彼らがかつて知らなかった神々、近頃出た新しい神々、先祖たちの恐れることもしなかったものである。なんだか緊張してきました。ドキドキ。弟とは3ヶ月以上連絡を取っていなかった。それは珍しいことじゃない。ニックは数ヶ月間私の電話にも出ず、姿を消すこともザラにあった。そして何事もなかったかのように再び姿を現すのだ。もう慣れっこだった。なるほどね。彼を責めはしない。私たちの子供時代を思えば、トラウマを共有した兄弟は大人になってから疎遠になるのが早いという話をどこかで読んだことがある。そして昨夜午前3時頃、彼はボイスメッセージを残した。嫌な予感が。数時間も目が覚めた時にそれを聞いた。マヤ、元気でいてくれるといいな。俺はしばらく連絡してなかったけど、伝えたいことがあったんだ。絶対何かあったわね。これは弟くん。しばらくの間また音信不通になるかもしれない。でも心配はしないでほしい。ちょっと困った状況でさ。これはでも対処できないわけじゃない。どうにかする。すごいフラグ。何はともあれ俺を探しに来るなよ。状況が落ち着いたら電話するから。こんなん言われたら逆に探しに行くでしょ。あんまりこんなこと言ってこなかったとは思うけど。愛してるよ、姉さん。いつも。わかりやすすぎる死亡フラグです。じゃあな、マヤ。弟のニックに何があったの？やばいところから借金したりしてない？何十回と電話したはずだが弟の応答はない。そして彼の携帯電話の電源は切られた。翌朝早くに直近が空いている飛行機に乗った。機内では一睡もできなかった。弟がどんなトラブルに巻き込まれているのかずっと考えていた。到着後すぐにモーテルにチェックインし、タクシーで彼の最後の住所に向かった。夜明け前の光に照らされた街は、奥に行くほど老朽化が進んでいるように感じられた。芯が腐っていくもののように。弟さん見つかりますかね？彼がどんな悩みを抱えているかは知らないけど、ママが亡くなってから私たちが大人になり二人きりになって、深みにはまって救いが必要な時には弟は私のところに来たものだった。そして私は弟を救うのだ。しっかりしたお姉さんね。だから弟さんにも信頼されてたんでしょう。でも主人公一人じゃ限界あるよね。警察に通報してもこの段階じゃ動いてくれないか。おや、ここは早く終わらせないとね。彼を見つけて無事を確認してから帰る。すでに一日仕事を休んでいるのだから。彼のアパートの部屋番号は405だったわね。弟さんのニックのアパートに到着したようですね。あんな電話してきたのに自分の部屋にいるとかあるのかな。クリックで周囲のものを調べられるみたいね。いろいろ見ていきましょう。これはこのエレベーターの扉開きっぱなしだけど壊れてるっぽいね。間違えて落ちたら危ないのだ。この中に弟のニックは落ちてませんよね。さすがにそれは大丈夫そうだけど、管理がずさんね。目的は405号室だけど、ちょっと周囲も見ていくのだ。廊下の隅には放置されたゴミ袋らしきものが。人の気配はないわね。いきなり誰か出てきたらそれはそれでびっくりするけど。弟くん、いたら返事するのだ。おや、廊下の途中に何かありそうですね。何かしらあれ？廊下を通り抜けできないようになってるのだ。405はこの先ですけど。パイプが壊れているようね。この足場を移動するのは得策じゃない。脆そうに見えるから、迂回路を見つけるべきね。天井のパイプを直すための足場ということかしら。老朽化してるのかな。あっちこっち傷んでるね。仕方ないのでこっちから回り道です。411号室はドアプレートが斜めになっちゃってるわね。今の音何？どこかの住人の壁ドンですかね。ここを左に曲がりましょう。うわ、暗い。今のはまさか弟のニック。あの廊下の影、
人に見えなかったよ。もしかして弟さんは部屋にいるんでしょうか。そんな気もしてきたわね。犬が鳴いてる。はあ、あれはどこに行ったのかしら。誰かがちょうどここにいたの。ここですね。さてここね、玄関のベルを鳴らして弟が出てくるかどうか確認しよう。でももし彼が飲酒してたらあまり期待できない。とりあえずドアフォン鳴らしてみましょう。これ、音鳴ってる？一応鳴ってはいるみたいです。留守か酔っ払って寝ているか、どちらかだろうけど全く不思議じゃないわね。ドアを開けて中に入ってみようか。あのボイスメッセージも酔っ払って送ってきたんだったら平和なのに。鍵がかかってない。やばくね？え、なんなのこの匂いは？悪臭が？ニック、いるの？明かりをつけますか。弟くん、部屋の中で死んでないよね。普通にありうるのが何とも。散らかってますけど、物が少ないですね。あっちこっち移動する生活だったのかな。服はスーツケースから出し入れしてたのね。主人公のマヤさんは優しい人ですね。弟くん、仕事は何してたんだろう。他に調べるものは。スーツケースで生活しているようね。フリーランスのウェブ開発で稼いでいると言っていたけれど、あれは全部嘘だったの。もらったお金で何をしてるのかしら。危ないことしてないといいですけど。スーツケースの写真は後で確認するのだ。ピザが好きなのかしら。空き箱がありますね。入るなってメモ貼ってあるドアがあるね。このメモは主人公に当てたものかしら。明確に怪しいわね。ニック、そこにいるの。大丈夫。このドアを開けて。予想通り返事はありませんね。ドアも開かないのだ。破壊すればいいのだ。もう少し周囲を調べましょう。ここはバスルームですかね。暗いな。電気をつけるのだ。スイッチはこれね。特に何もないようですね。服が脱ぎ捨ててあるのだ。玄関も改めて見てみましょう。どうして玄関にガニやタバコの吸い殻が。ああ、禁酒してたのにまたお酒に手を出したのね。もう、ニックったら。時々考えるの。もしあの事故がなかったら、親友のアレックスが事故で亡くならなかったら、弟の状況は変わっていたかもしれない。事故か。当時彼は16歳でパーティーからの帰り道、車を走らせていた。助手席にはアレックスが。まさか、ニックの飲酒運転でアレックスが。とんでもない重罪ですね、それは。あの夜、ニックは車の運転をしてはいけなかったの。彼はとんでもなく酔っていたのだから。飲んだら絶対に運転しちゃダメなのだ、本当に。アレックスは即死だった。ニックは一命を取り留めたけど、アレックスの死を招いた自分自身を決して許すことができなかった。姉としても辛いわね。ママが亡くなって、私が親代わりになるはずだった。弟を抑えて一緒にいるべきだったのにそこで失敗したの。肝心な時に彼をないがしろにしてしまった。それは私の責任ね。姉が母親代わりになるっていうのは本当に難しい話だと思うの。過去にそんなことがあったんですね。スーツケースの写真も調べるのだ。これはお母さんでしょうか。ママの古い写真を持っていたとは知らなかったわ。これは、彼女が亡くなる1年前に撮られたもの。パンで骨と皮になる前ね。お母さん、ガンだったのね。ニックもマヤも辛い過去があったんだな。本当に辛いですね。ママが病気になった時、彼は白菜、私は15歳だった。私たちは彼女が衰弱し、パンで死んでいくのを見守った。気の毒なのだ。私たちは父親を知らなかった。こんなにも早く両親を失うなんて、子供にとってあってはならないことだ。その後シェバおばさんのところに引っ越したんだけど、おばさんはほとんど私たちを放置していたから私がほぼ彼を育てることになった。少なくとも、そうしようとしたわ。できる限りのことはしたけれど、私は自分の内なる悪魔と戦っていた。ママの代わりにはなれなかったと思う。だんだんマヤとニックのことが分かってきたわね。おや、電気が点滅し始めましたね。何が起こっているのだ？ねえ。ドアが開いたの？ニック、そこにいるの。からかうのはやめて。開きましたね。何これ。ねえ、いるの？暗いわね。このドアはどうやって開いたのかしら。どこかに電気のスイッチがあるはず。これかな。ギターがありますね。音楽が趣味なんでしょうか。誰もいない。ニックの音楽の趣味は変わっていないのね。デスメタルやオカルト的なものに彼はいつも夢中になってた。オカルトが趣味か。まあ、少なくとも彼のお金の使い道が分かったわね。でも一体彼はどこに？彼は幼い頃からこのゲーム機が大好きで、何時間もゲームに没頭していたの。ママが亡くなってシェバおばさんの家で暮らすようになってからはそれが彼の逃げ場になっていたんでしょう。
人生で最悪の時期だった。あの頃はおとなしい子だったの。ゲームも好きと。今でも実際に演奏しているのかしら。弟は学生時代しばらくリターに夢中でバンドを組んでいたの。でもそんなに上手くはなかったわね。半年くらいしか続かなかった。ニックは結局この部屋にいないのかしらね。部屋で亡くなっていなくてよかったですけど。最後に PC を調べるのだ。いかがわしいネットの検索履歴は無視してあげるわ。電源ボタンを入れましょう。これゲーミング PC かな。電源を入れたわね。モニターの様子はどうでしょうか。ちゃんと起動できたかな。 USB ドライブが必要って書いてある。なんだか起動方法が変わってますね。探しましょう。どこにあるかな。あら、この引き出し調べられるわね。これかもしれない。ありました。乱雑な引き出しのゴミ、役立つものはない。早速 PC にぶっ刺してみるのだ。これでよし。この PC には何が入ってるんでしょうか。サンドボックス OS って書いてある。そういえばウェブ関係のお仕事してるんですっけ。ファイルが2つだけありますね。ゲームのエグゼファイルとプレイログ。プレイログ読んでるけど、弟くんダークウェブでこのゲームを拾ってきたのだ。姉のマヤさんには申し訳ないですが、どうしようもないクソバカですね。一体どういうゲームなのかしら。まともなゲームじゃなさそうだけど。弟くんの失踪の原因がわかるかもしれないし、ゲームも起動してみるか。ダメみたいですね。起動しようとしてもクラッシュするって話だから、何回かクリックしましょうか。おや、これは。起動した。まさかゲーム内でゲームをすることになるとは。おっと、始まったのだ。ここはどこなんでしょう。廃墟のような雰囲気ですが。特に変わったところのないホラーゲームって雰囲気。弟くん、騙されてない？前方に何か見えてきたような。一体何これは。ミク、なんかヌラヌラしてて気持ち悪いのだ。この格子扉は開かないようですね。化け物に追いかけられるゲームとかじゃないといいけど。これは悪魔。近づいたら目が赤く光って話し始めましたね。何を言っているのかしら。英語ですらない。特に何もないようなので、他に何かないか部屋の中を探索してみるのだ。先に進めそうな出口がありましたので行ってみますか。何も説明とかはないけど、何なのかしらねここは。気味が悪いのだ。あれは落書き。いくつかあるわね。デーモンって書いてある。そんな気がしますね。あれは新しい悪魔の。また目が赤く光った。私たち何をやらされてるんでしょう。なんか言ってるけど言葉はやっぱりよくわからないわ。あれは消えた。もしかしてあれはニックだったんでしょうか。このゲーム、もしかして遊んだ人間が閉じ込められてしまうものなんじゃないの。エラーで終了した。プレイログが増えていますね。確認しましょう。待って、そのファイル以前はなかったわ。間違いない。マヤさんも気づいたわね。長いので気になる人は一時停止推奨なのだ。このゲーム、人の手によるものではないという話もあるんですか。ゲーム内に出てきた悪魔のようなものはグレーターデーモンだと。キリタン、落ち着いて。キリタンはもう少し私たちに甘えてもいいのよ。本当ですか。じゃあ今晩寝る前にスンレー様の膝枕を。二人とも、ゲームの続きやるよ。すみません、取り乱しました。続けましょう。今回は一回で起動したわね。また奥に赤い光のようなものが見えるね。松明が。嫌な予感しかしないわね。このゲーム、何のために作られたんだろう。遊んだ人間を生贄として取り込むため。そうなるとマヤさんも危ないのですが。写真のようなものが落ちてる。一体これは何。写真は4人分あるね。ニック、これがニックの写真。またエラーが発生しましたね。どう考えてもヤバいのだ。写真に写っていたのは間違いなくニックだわ。でもこんなの意味のわからない。このゲームをやり直さなければ。クラッシュしたようね。コンピューターを再起動した方が良いわ。このゲームを続けてもニックを助けられるのかしら。再起動完了です。何？うわ、びっくりした。ただのライトじゃない。ゲームが現実世界に干渉。ここの電気設備はボロボロね。建物の他の部分のように。これゲーム続けてマジで大丈夫なのだ。やるしかなさそうです。
ニックは肉体ごとゲームに取り込まれてしまったのかしら。新しいプレイログだね。確認します。ニック、これ手遅れじゃない？アレックスを死なせた後悔とか諸々の闇の感情に悪魔のバエルが付け込んだって感じかな。ゲームを遊んだら瞳悟空に選ばれて人生終わりって雰囲気ですね。ゲームの続きを進めましょうか。なんか暗くてドロドロした雰囲気で起動するだけで気が滅入るのだ。本当ですね。あれは？もしかしてニックが誘導されてるのかな。後を追ってみるのだ。奥に何かあるわね。あれは一体？初めて見る姿の悪魔かもしれません。なんかわがまがしい雰囲気のページのようなものがもらえたのだ。合計で4枚もらえる感じかしらね。これはまた前方に何かありますね。なんだ柿みたいな形してるね。2枚目のページのようなものをゲット。結構歩かされる部分があるのであちこちカットしています。うわ、今見えたのは何だったのだ。バフォメットみたいな雰囲気だったわね。かなり進みましたが。あれはニック？マエア、助けて。本物のニックなのでしょうか。怪しい気がする。お願いだ、俺を助けてくれ。マヤさん、どうするの？ニック？怖いよ、マヤ。ここはひどい場所だ。お願いだから助けてくれ。ニックの記憶を一部所有した別の何かって雰囲気です。またエラー落ちしたね。あれはニックの声だわ。確信がある。もう一度この PC を起動させなきゃ。今のは？ねえ、誰かそこにいるの？ニックの声もしたね。後で再開するわ。このアパートに誰かいないか確認しないと。電気が消えてますね。スイッチは入り口のあたりだったわよね。怖いのだ。暗すぎるわ。電気をつけよう。誰もいませんよね。ついつい周りを見渡してしまうのだ。確かスイッチはこれで OK ですね。これで PC のところに。バスルームの様子がおかしいわ。ここに来て現実世界で怪奇現象が。照明のスイッチを入れてと。シャワーカーテンの向こうには何が？誰もいない。でもこんなのありえない。ああ、ニック。でも彼の顔、私に何が起きているの？ニック、もうこの世にいなさそうな感じがしてきました。写真が。ああ、ひどい。どうやって写真がこんな風に変わったの？この部屋どんどんおかしくなっていくわね。再び PC の前に来ました。これ、主人公のマヤさん無事に帰れるのかな？マヤさんだけでも、プレイログを確認しましょう。アレックスの幻を見てしまいましたか。これ、正体はアレックスのふりをした悪魔じゃないの？このゲームを作ったのはあくまで、生贄を得るための道具として利用していたのかしら。ニックは、マヤさんの優しさを過小評価してましたね。人の心のある姉ちゃんだったら、あんな電話されたら心配して飛んできちゃうよ。さて、ゲームの方も確認してみましょうか。ニックの幻も、正体は悪魔かもしれませんね。マヤさんを生贄として取り込むつもりかも。ニックを助ける方法は本当にもうないのかしらね。この格子扉の向こうに行く必要がありそうだね。調べてみましょう。前方にまた何かありますね。またあのページみたいなのが手に入るのかな。これ、まがまがしいけど普通にかっこいいですね。拡大してみたいです。3枚手に入ったから、おそらく残りは1枚ね。これが最後の1枚だね。何語で書いてあるんでしょう。ここからだと読めないですね。なんか BGM の雰囲気がより一層重苦しくなったわね。格子扉が開いたかもしれんね。見に行くのだ。あ、開いてますね。奥に進めそうです。待って、誰かいない？どちら様ですか？この姿、普通に悪魔かもしれません。何言ってるかわからないので日本語でお願いできますか？多分お前もわしのご飯になるんだよ、とかそういうことを言ってるんじゃない？積んだ餅食べてください。ここでエラーになったわね。あれは一体何だったの？あれは？ニック、待って、ニック。アパートの壁、ゲームの中の廃墟みたいな色になってませんか？ゲーム内の世界と同化が進んでいる。とりあえずニックの後を追うのだ。ニック、どこ行ったんでしょうね。あら、向こうに人影が。マジでニックなのだ。ニック、待って、私よ。ニックが入っていったのはこのドアね。
下に向かって降りていったんですかね。上の方は。あ、これは行き止まりね。階段を降りてニックの後を追うわよ。階段の下には何があるんでしょう。地獄とかだったら嫌だな。だんだん周囲が暗くなってよく見えなくなってきたわね。何ですか、あれは。あれがニックになりすましてる悪魔なのだ。本当にこのままだとマヤさんも死んでしまいそうだわ。悪魔が歩いていたところは入れなさそうなので、さらに階段を降ります。周りが見えにくくて、ゲーム側の明るさを上げたのだ。あ、ここは、奥にニックがいるようです。これ、追いつけるのかな？マヤ、あんたは俺を救うことはできない。決して。俺たちが成長した時でさえあんたは俺を俺自身から守ることもできなかった。事故、アレックスの死、俺の悲惨な人生。あんたがするべきことをしてさえいれば、全てが違っていたかもしれないのに。これは多分、ニック本人ではないわね。ニックはいつもマヤさんに助けられたことを感謝してたのだ。こんな風に何もかもマヤさんのせいにすることはなかったはずです。あなたが誰？私の弟に何をしたっていうの？正体を表したわね。やっぱり悪魔だったんですね。マヤさんをどうするつもりなのだ？マヤさん、ここで死なないで。せめてマヤさんだけでも。ゲームに何も干渉できないのがもどかしいです。マヤさん、これはどうなってしまったのだ？今、ニックがマヤって名前を呼ぶ声が。まさかニックがマヤさんを？あれ、アパートの部屋だ、ここ。助かったの、どうなの？それからしばらくして私はアパートに戻っていたのだけど、どうやってそこに行ったのか思い出せない。ニックの姿はなく、ニックの姿に似た何かもいない。そして彼のコンピューターには電源を入れられなくなった。私は自分にできる唯一のことをした。行方不明者届を出し、飛行機で家に帰ったのだ。あれから半年、あらゆる手段で彼の居場所を探したが、一向に連絡はない。あの階段の下で見たもののことをずっと考えているの。ゲームの中に出てきたもののことを。それが襲ってきた時、その恐ろしい悪意が私を飲み込む直前に、何かが、あるいは誰かが、私たちの間に割って入り、私を守ってくれた。それで逃げられたんだと思うの。私は思う。私を守ってくれたのはニックだったと思っている。ゲームはここで終わりですか？結局ニックは助けられなかったのだ。ニックは最後の最後でやっとマヤさんに恩返しができたと思ってるかもしれないけど、マヤさんはきっとニックが生きてくれるだけで嬉しかったと思うの。人間って難しいのだ。お母さんがあんなに早く亡くなっていなければ、ニックの人生ももう少し変わっていたのかもしれないですが。私たちにできることは、飲酒運転をしないようにすることと、ダークウェブで妙なゲームを拾ってこないようにしようという2点に尽きるわね。意外とすぐそばにある悪魔の誘惑に気をつけるのだ。エンディングは悲しいものでしたが、ゲーム内容的にはすごく引き込まれる内容で面白かったです。演出も工夫があって見ててとても楽しかったわね。現実世界がゲームに侵食されて怪奇現象が起こるっていうのは王道だけど良いものだと思うのだ。それじゃ今回の実況はこのあたりで。ご視聴誠にありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。それじゃ、またね。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。